안녕하십니까, 황 부장입니다. 저는 지금 툴 재팬 공구박람회가 열려있는 일본 도쿄에 와있습니다. 여기가 일본에서도 1년에 한 번만 개최될 정도로 가장 규모가 큰 행사라고 하는데요. 아, 저도 처음이라 너무 설렙니다. 제가 이 넓은 규모의 행사를 여러분들께 다 보여드릴 수 있을까 이런 생각은 들지만, 바쁜 여러분들을 위해서 최대한 알짜배기만 모아서 쇽쇽쇽 빠르게 보여드리는 시간을 가져보겠습니다. 가시죠. 쇽! はい、じゃあ新商品のご案内です。しゃがまずに操作できるシャガマンという種のブラックバージョンが9月6日に発売されました。でこちらのしゃがまないでいい何っていうと、上部操作で足が伸びる、はい、とこのタイプで足がしっかり伸びていくと、安全に関してもしっかりここの幅が広く60ミリで作ってます。60ミリ、はい、広くですね。しっかりあの足で登っても安定している。あとはこちらの天板のトレー、こちらに関しては物がしっかり乗せられるように溝が入ってます。なので、まあ、ここにちっちゃいもの、ネジとかを置いても転げ落ちない、下に落ちることがない。あとはうちの特徴で、これワンタッチバー、今までのだと横をこう上げて畳んでいたと思うんですけれども、こちらを上げてもらうと片手で操作ができる。이때까지는이렇게이렇게접어서했었는데이제한방에발을잡고접으면된다마아토와従来通りここのレバーでもしっかり足が伸ばすことができますんで、되게가볍고요제가들어봐도아신기하네요에これは電動で草を震わせて抜くという商品になります。はい、こういう感じで動いて、これは刃ではないので、もう手に当たっても全然大丈夫です。怪我しません。大丈夫です。これはでこれ震わせながら草をこういう感じで震わせて抜くという、そういう感じです。で実際にじゃあちょっと一回抜いてみましょうか。こういう感じ、当ててもらうとこれ土が震えてると思うんですけど、これ震わせながらこのまま引っ張ると根っこが出てきます。こういう感じで抜けます。なので手は全く痛くないです。はい、これは今草抜いてしたんですけども、これ例えば枝を切る場合、これアタッチメントを付け替えてもらうと枝を切ることができます。であと例えばこういった細い刃ですね、これがあるんですけど、これは例えば先ほどのこういうレンガブロックの間に生えた草、これなんかを抜くことができます。なので、まあ、いろんな用途に合わせてもうこの先を付け替えることによって、もういろんな草を抜くことができると、そういうものになっています。はい、はい、ありがとうございます。今まで使われているブラシがこちらです。でこれでブラシをかけると筋が残ります。지금까지의브러시사용했을때나오는형태입니다슈슈슈슈って筋が入ります。でうちの新しいブラシこちらで、同じようにブラシがけをすると筋が残りません。磨き
効果がある。反射が없네요。여기는딱이게긁힌자국이있는데여기는되게부드럽게부드럽게됐습니다これ、わかるかな。하나하나다땄네요。요때아른트위스트트위스트응시대아때当たると先が当たるとわっと開く、ほぐれるから、これね、柔らかく当たるから磨きができる。ここツルツル、キラキラですね。ピカキラキラ、うん。단순히털만빠지지않게했는게아니라이제작업물의퀄리티도높인방식이다라고합니다。거기다가각종회사들이원하면이런식으로커스터마이징해서만들어주기도한다고합니다。네이렇게작게또뭐폭을넓게이렇게해서만들어준다고하네요。감사합니다。아유아유베리굿입니다베리굿감사합니다 알파테이프라는곳입니다알파테이프요この漏れたままのところにテープを巻いて止めることができます。今7キロぐらいの圧で漏れてますけれども、10キロの圧まで、漏れたまま引っ張って止めることができます。元栓閉めてバルブ閉めて施工するんであれば20キロの圧まで止めることができます。ずっと強く引っ張って、もうこれ以上伸びなくなるところまでしっかり引っ張って巻いていきます。水だけじゃなくてエア、スチーム、ガス、油なんかにも使うことができます。でこの製品はすごく耐久性優れてまして、施工した状態で20年の耐候性があります。よいしょ。で配管の種類も問わないです、銅でも鉄でも、樹脂、ゴムなんかでも巻くことができます。でこれで引っ張って巻くだけで施工が完了ですね、はい、これはあのパテなんですけども、あの粘土みたいに、形変えられるものです。こういったあの段差の部分から漏れてる時、あの肉が薄いところから漏れること多いと思うんですけど、そういう時にこのパテを使って段差を埋めてやる。でその上からテープ巻きつけることでこういったねじ込みの部分なんかの漏れを止めることができます。こうやってね、これでもう一つのゴムの塊みたいな。で今これをちょっと取り外します。カッターで切って、もう簡単に、取れますし、もうしっかりこのネジの山が中まで入ってるのが見えると思います。この断面見ていただくと、もうゴムの塊になって、いやミルトが장난아닙니다。いやー、거의もう일체형처럼붙어있어요。우리가배관작업끝내고나면은이렇게작업을끝냈는데도새는경우가있잖아요。여기에찰흙처럼붙인다음에다시감싸면이거뭐굳이풀어줄필요없이배관을막아줄수가있다고합니다。이배관작업을완전편하게해주는그런아이템이네요。야이거특이하다。지금막기다붙어요왔는데어이거배터리로할수있는캠핑장비들을다갖다놨습니다。근데이수준이장난이아니에요。보여드릴게요。뭐일단뭐오디오같은거는기본적으로많이보셨을테고，커피포트가있습니다。커피포트이것도뒤쪽에배터리를사용해서사용하는거고요。선풍기뭐이런것도기본적인거죠。랜턴이런것까지는많이보셨을텐데 TV 가있습니다。 TV 여기야이게한80만원정도한다고적혀있네요。TV 입니다。 18V 로돌릴수있는 TV。 아 10.8V 로도되는구나。근데여기도또조명이있고전체조명이있죠。하이라이트가여기보시면전자레인지가있습니다。전자레인지 야오븐이야 전자레인지네。한번써볼까요。이렇게300W 로이렇게놓고시간이렇게정해가지고됐으면작동을해요。이야희한하다。 배터리로만들수있는건다만드네。 야이시연을되게전문적으로하네。 쇼맨십이날립니다。 스프릿모터에 폼프 어타치멘트를 つけてます。 中に水を溜めています。
ではですね、はい、こちらから水を汲み上げてみます。よろしいですか。スイッチ入れます。ものすごい水量が出てますね。はい、이게예초기모터같이이렇게생겼잖아요예초기여기보시면은끼워서이렇게뭐가든용으로톱으로도쓸수가있고요브러시아브러시란다블로워예초기그다음에뭐트리머이렇게쓸수가있네요로타리아여기뭐제설기나이런그청소용으로도활용할수가있습니다아여기펌프를연결을했는데아까물량보셨지만엄청나네요어디서많이본물건이 나와있습니다結束バンドを乗せて押すだけでワンタッチ装着。振っても落ちない。使うときは1本ずつ引き抜けて自動的に閉まっているから1本でも落ちない。어디서많이본제품아닙니까케이블타이홀도이젠거를판매하고있는회사네요이렇게한국제품을판매하는회사도간간히보입니다라쳇으로된가든툴들이있습니다원래이런거는 PVC 커트에많이사용되는기술이잖아요여기보면일반전지갑인데라쳇기능을여기넣어놨습니다그래가지고딱자르다가손에힘이들어가면놓으면돼요놓고다시자르고놓고꼭 PVC 커터처럼여러번잡으면쉽게자를수있도록해놨습니다이런방식으로가위를다만들어놨어요 라쳇타입으로가위를다만들어놔서힘안들이고도자를수있게해놨습니다심지어이런탱자가위까지이런것도힘많이들어가거든요이것도라쳇으로이렇게기어를넣어가지고라쳇작용을해서쉽게자를수있도록만들었어요희한하네요자여기냉감조끼부스입니다여기보면이렇게만져볼수있도록해놨어요오ご説明させていただきます。ベルテソシーという半導体を使った商品でして、環境温度からマイナス22、3度ぐらいまで下げることができます。30度の環境下ですと表面温度が7度まで、これが7度ぐらいの冷たさになります。それをお客様のご希望の場所につけることが可能ですので、例えば今3つこのようについておりますけれどもお客様のご要望に応じて例えば首元に2つだけつけるですとかもしくは1、2、3、4、5と5つつけたりですとかお客様のご要望に応じたご提案をすることが可能ですベストの形などもこういったメッシュのものもありますし例えばこのペルチェのデバイスとあちらにあるようなこういった水冷服といったものまたはこういったファンですね空調服のファンとこのペルチェをハイブリッドですそうですねハイブリッドタイプのものをお作りすることも可能ですなのでどういったものが作りたいかというのをぜひたくさん言っていただければそれに合うものを精一杯ご用意させていただきます試着もできますよ、着られますあ、着られてもいいですかもちろんです형님、한번テスト예찍어줘네、뭐들고계시고하시면형님형님을찍으시면어떡해요저를찍어주셔야지 아니이렇게이게전체를이렇게데우는게아니라이몸의부분부분만이렇게하는데도되게시원하네요야전선커터입니다파워시스템
여기 보시면 그 방문객들도 사용해 볼 수 있게 세팅을 해놨습니다. 자, 이렇게 오늘 툴 재팬 일본 도쿄에 공구박람회를 한번 와봤는데요. 재밌었습니다. 뭐 체험해 볼 수 있는 것도 있고요, 구경할 거리도 많고 했는데, 좀 안타까운 점이 참여 업체가 일본이 많이 없어요. 보면은 한 25%가 일본이고 나머지는 다 중국 제품인 것 같습니다. 뭐 중국 제품이 나쁘다는 건 아닌데, 일본이 또 공구로 강한 나라잖아요. 전동 공구나 이런 걸 잘 만들었으니까 기대를 많이 하고 왔는데, 그런 부분은 조금 아쉬웠습니다만, 그래도 친절하게 설명도 잘 해주시고 재밌게 잘 본 것 같아요. 여러분들 어떻게 보셨는지 모르겠습니다만, 재밌게 보셨다면 좋아요 한 번씩 눌러주시고요, 저희는 다음번 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.